来たよ来たよ、荷物がいっぱい来ました。おっとほらほら、来たよ来たよ。これなんだ。あ、これね、電気関係のやつだな。はい、重いなこれ。なんだこれ、なんだっけな、なんかわかんないけど来ましたよこれ。来た来た、ウォータータンク。どっちかが清水タンクにして、どっちかがあれね、グレータンク、汚水に入れですね。これも来た。重いよ。サブバッテリー2つ目、サブバッテリー2つ目。はい、ありがとうございました。もうはいはい、結構です。ラスボス、ラスボスだくない。これね、マット、レッドマット来ましたね。どこもこちら。マットが届きました。開けていきたいと思います。どっから開けたらいいんだこれ。ちょっとね、中も切っちゃう手だからな。愛知県の業者さんに、マットお願いしたんですけども、だいたいこんな感じのマットがいいです、厚さはこんだけですっていうのを、書いたら向こうがチョイスしてくれました。値段はね、意外と安くて、180、171のベッドサイズ全部入れても14,800円でした。想像だとね、数万円いくと思ってたので、ずいぶん予算が楽になりましたよ。よっ、マフラーで、これが一番でっかいメイン。ということで、よっしゃ。一回ですね、このマットをとりあえずどんな感じになるか並べてみたいと思います。そっかぜ。これが一番でっかいの、一番でっかいのはやっぱり180のあれだから、ここですな。ここにこう置きます。おう、さすがぴったんこ。こいつはどっちだろうな、こうかな、分かんないけど多分こうだと思うな。180のところのやつだから、おい、よいよい、ここだ。もうこれテーブルが邪魔だな。ちょっとパンパンなんだよね。よいしょ、ちょっと切った方がいいかもしれない。よいしょ、こうやってこう。そして最後にこのちっちゃいのがこう。いいじゃないの。あ、すげえいい座り心地。どうでしょう。もちろんこれね、カバーつけるんで色はこのままじゃありませんが、こんな感じになる予定でございます。なんか見事な、クッションな状態になってるな。これがちょっとここがね、この角を落としてなかったので、この分ちょっと窮屈で、これは窮屈だね。ちょっとこれサイズを、切って、5センチぐらい切ろうかな。スポンジはね、わかんないんだよね、大きさ変わるから。ここで一
要なのがカッターナイフ&シリコンスプレー、このシリコンスプレーね、切っていきます。おお、おお、ほんまや、めっちゃ切れる。皆さんこれマジで切れます、切れますよ、これいけますよ。おお、続いてはベッド展開してみたいと思います。テーブルをつけると、こんな風に、よいしょ、で大事なポイントね、ここね、ここ、この引き出しね、引き出すと、そしてここを、この引き出し、いいよ、いいよ、これね、油ほんとだね、バッチリっすよ、肩先には。すごくない？見事にフルベッド。よいしょ、よいしょ、はい、はあ、あー、素敵、いいじゃんこれ、いいじゃん、バッチリじゃんこれ、はあ、うまくないして寝れちゃう、最高、もう思ってた状態バッチリ再現できました、できたね。いやいやいや、いけるもんだね。そいつを捕まえたいだけの話。そうですね。こいつがね、外すんだけど。あ、切ってくれるんやん、中に。そうですね。いろいろ向き合うの見つけしてもらった。エラーなら多分このオレンジのままなんで。コード03、カードを確認してください。こういうこと。あ、そういうこと。なんでな、なんでな、俺のことが嫌い、人を選ぶ頭くるわこいつETC 無事に治りました。これから引き続き、シートのカバーを作るお願いに行きたいと思います。あ、ほんで後ろから荷物乗せられるように、そう、靴箱とで、これも全部取れるんで、だから海とか行った時にはここでコーヒー飲んだりとかできるっていう。10メートルぐらいあったらなんとか。うんうん。まあ予備に買ってきますけど。うん。まあこうしたらなんとかやってみます。ありがとうございます。助かります。はい、ありがとうございます。やったね。シートを作ってもらうことになりました。また一歩進んだね。ただちょっと時間かかりそうで、2月中はできずに、3月入ってから完成って感じですかね。まあシートはお任せしてお願いしたいと思います。この生地屋さんにやってきました。ここらしいっす。トイレが。間違ってもいいし、大きい分にはいいんじゃないですか。
110センチの長さ12メートル、うん、2メートル予備で買って、うん、これ、こんな色ゴールドとかなんだよ、うん、そうなんだ、うん、俺たち、黄土色だと思ったんだよ。黄土色じゃない、ベージュだよ。ベージュ黄土色だった。まあ、そんなことでテルミに発注したいと思います。